ちは、こんばんは、おはようございます。いいよくそ、いいよくそ、いいよくそという感じで、今日は6月6日双子座の新月から22日のヤギ座の、まあ、この6月6日っていうのは2024年なんでも令和6年6月6日、666というとなんかスピリチュアル系の、オカルト系とか、あのとんでも8分歩いて入15分なんていうんだっけ、あのオカルト系のスピリチュアル系の人たち、あ、陰謀論系の人たちが大喜びしそうな令和6年6月6日、それに関する記事は私のところには上がってないんですけど、探せば上がってそうですよね。666だからどうのこうのとかっていうのがね、上がってそうですが、私はのところには上がってないですね。でーす。では、ですね、画面の共有という形でね、画面の共有をしながら、前回までは牡牛座祭り、で、牡牛座にいろんな天体が入っていましたっていう感じですね。で、今、牡牛座に、牡牛座残留孤児は天王星だけで、今はね、双子座に1、2、3、4、5、5天体も入ってる。10天体中5天体も双子座さんに入っている。ね。ちょうどさ、あれ、今年1年は何座的感じっていうのが木星で見るんですよ。で、今年の5月、去年の5月くらいから今年の5月くらいまでは、牡牛座的な感じ、心地よさを求める期間だったんですけれども、この木星さんがこの双子座さんに移りましたのでね、あのこれからはあのコミュニケーションっていうコミュニケーションを重要視する1年間となっているのと、今回の新月が、木星が双子座に移ってから、今年はあと1年間は双子座的雰囲気ですよって時に、双子座さんの新月で双子座さんに天体が集まるので、今年1年どんな1年なのかっていうのが分かりやすく如日に現れてくるのが6月6日から6月22日までの期間なのかな、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 かなって思ってます。はい、そんな感じでね、そうやって見ていくと、この新月、太陽と月がコンジャクションしてますが、これね、双子座16度でコンジャクション、それに対してね、金星さんも同じ16度で、もう0度ぴったしごカンカンコンジャクション。そうするとね、もうね、すごい、すっごいですね、すっごいですね、すっごいですねっていう感じで、金星さんはもともと恋愛とかアバンダンスを司るんですね。そして、この双子座さんがいる金星さんは五室ね。五室も恋愛とか趣味、子供とか、子供のように扱ってるペットンとかを扱うんですね。もうそうしたらさ、もうさ、あれっすよ。もう、あの、ね、長年ご縁に巡り会えなかったあなた、もう恋愛、もう恋を何年休んでますかというあなたの、結婚していても旦那との愛が冷めきっているあなた、再び焼けぶっくりに火がつくかもっていう感じね。新しい出会いもあるかもしれないちーっていう感じ。でちゅね、もうでちゅでちゅでちゅよー、でちゅよーでちゅよーでちゅで、で、それに対してね、ブレーキをかけているのが、ドッセイさん、二室のドッセイさんが、ブデデーンってね、ブレーキをかけて、これはね、二室っていうのは収入とかお金とか、ブランド物の、あれですね、バックね。で、海王星っていうのは湯水のようなので、なんだろう、もう大人になるとさ、そんなことないと思うんですけどさ、大学の時にリアル友達で、もうこれ嘘のような本当の話、悲しいくらい本当の話。デートってさ、ちょうど、なんだろう、私が大学生の頃って東京ウォーカーとか花子とかがいてさ、デートイコール、有名なところにとか、観光地に行って何かをするのがデートっていう時代だったんですよ。だから、なんだろう、フルーツパーラーに行ってドリアンを食べるとかさ、なんとか園に行って何々をするとかいうのが、トレンディードラマ的なトレンドデートだったね。今時のデートってさ、もう二人で漫画喫茶行こうかとかさ、二人で家でゴロゴロしようかっていうデート、家でゲームしようかとかっていうデートがあるかもしれないけどさ、昔はデートイコールどっか行ってお金使う。で、
しかも私が大学生の最初の頃はまだ男女雇用均等法じゃない時代だったから、男性がお金を出すみたいな状態だったのね。で今は男女雇用均等法になったから、デートイコール男性がお金を出すっていうのじゃなくて割り勘になってる方が多いんだけど、まだ古い世代の人はデートイコール男性がお金を出すと思ってる人たちがいたりしながら、そんな中でね、だからどんなのがいたっていうのをもうリアルで実際にね、付き合い始めました、デートのためにお金使いました、で2人ともお金なくなっちゃいました、で最後2人でコンビニに行って おにぎり1個ずつ買って、で僕たち別れようっつって別れたカップルをリアルで知ってます。そんな感じで今回恋愛するかもしんないけど、それでお金使いすぎちゃう場合がありますよ。特にさ、もう恋を何年休んでましたみたいな感じでさ、ずっと恋人がいなかった系の人がさ、恋愛の兆しがあるとさ、もうそこに全財産つぎ込んで結婚までこぎつけようと思っちゃう場合があったりしちゃうけども、それはやめた方がいいよ。できるだけお金のかからないデートをしましょうねっていうね、今回楽しい趣味を一緒に共有するデートならいいですけども、お金ばレストランに行って食事するとか、高級レストランに行って、アフタヌーンティーを食べるとか、そういう高級感漂うデートはやめた方がいいでちよ。お金使わないようにね。土星さんが、はい。そしてこの、木星、双子座木星の、ここは4室なんだけど、この木星はね、水星さんと手を結んでるんですね。で、この水星さんっていうのは、双子座さんのルーラーだから、綺麗に頭が冴え渡る。双子座さんに水星さんがいる。で、木星さんっていうのがそれを、拡大発展されるということで、この木星さんはね、もう、頭がキレッ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 、スッター、スッター、キレッ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 、スッター、スッターって、この二つがさらに海王星さん、魚座海王星日子さんと、一室の冥王星さんと、いい感じで手を結んでいる。結んで開いて手を打って結んで。で、こうしてみると、なんかね、先祖からの冥王星さんね、埋蔵金が家の中で見つかっちゃった、みたいな感じの。だから、え?って思うような先祖からの臨時収入がある。だから、近親者が亡くなるとかじゃなくて、埋蔵金が見つかるみたいな感じで、庭を掘っていたらなんか埋蔵金が見つかったとか、なんかもうボケちゃった両親がへそくりをしていたのがタンスから見つかったとかね、そういうなんかありがたい臨時収入がある感じがいたしますね。日出海王星っていうのはね、もうね、予想だにしないなんかいいことがあるっていう感じなので、そのために探偵団のようなキレッキレの右京さんのようになって家の中を家探ししてみると、例えばね、うちに置いてあって何の価値もないだろうと思っていたアンティークの置物をネットで調べてみたら価値のあるものだった。有名な作家が作った、もう時価何百円じゃなくて、何千円じゃなくて何万円もするもので、売ったら売れたとかっていうものがあると思うので、探してみてください。例えば、昭和初期の100円玉が、もうドラム缶いっぱい見つかったとか、うちに本当にあるんですけどね、それね、あげるって言われて持ってるんですけど、今1個100円以上の価値があるので、もうちょっと待ってれば1個1000円くらいの価値にならないかなとか思ってね、また家に置いてあるんですよ。そんな感じで、家を家探しすると、もう何の価値もねえんじゃねえのと思ってたアンティークなものが、売れたりすることがあるから、すぐ捨てないで、ネットで調べてみるとそれが価値になるかもしんねえぞっていう形、この2つ注意してくんなますっていう感じですね。あと3室の火星ですね。3室の火星さんがいるんですけども、お羊さんの火星は悪いことしないんです。結構コミュニケーションが活発になっちゃうんですね。で、その時に、一室に冥王星があるので、もう本当、コミュニケーションが活発になり始め、なりすぎて、別人28号宣言をしてしまう可能性がある、いわゆるカムアウトですね。
カムアウトするんだったら、ね、この期間いいですよ。ね、そんな感じです。じゃあ、十二星座別見ていきまっちゅー。はい、獅子座さんはルーラーが、五室にあるので、忘れられないの忘れられないあの人が好きよあの人が好き世の人と恋愛が再開するかもしれないですね。カニ座さんはルーラーが五室いるのでやっぱり旦那との冷え切った恋愛関係にもう一回火がついたりとか、これ五室って趣味とか恋愛とか、双子座が友達を意味するので、カニ座の人はちょっと仲直りしたかったなーと思ってた友達の方とまた友達になれるね、復縁できてまたコミュニケーションを持てるようになるという可能性がありまっちょーっていう感じですね。で、オットメーダーさんはルーラーの彗星が四にあるので、家の中で金目のものを探しましょう。売ったら金目になるものを探しましょう。はい。で、乙女座さん。で、双子座さんは、もう先ほども言ってるように双子座さんはね、恋愛のチャンスもあるし、家の中の埋蔵金があるチャンスも両方あります。はい。で、牡牛座さんはもう、牡牛座さん祭りが終わりました。で、天王星さんしか、残ってません。なんですけど、牡牛座さんにとって双子座に木星があるってことは、今ね今年いっぱいは収入が上がるチャンスなので、ちょっと稼ぐことを考えてもいいかなっていう感じね。あと当然ルーラーの金星が双子座で太陽とコンジャクションしてるので、牡牛座さんももうサイレント君とか恋愛何年も休んでる人はモテ期到来ですねってね。で、天秤座さんはルーラーの金星があるので、趣味を通して恋愛ができるかもしれないですね。で、牡羊座さんは相変わらずカイロンとドラゴンヘッドと火星がいるなので、ちょっと自分にバイタリティがあるんですけども、牡羊座さんの方でもしカムアウトが必要な方は、今がカムアウトのチャンスですよ、ね。はい。で、サソリ座さん。サソリ座さんの人は、火星に、あるので、まあ、すでにカムアウトしてる人でも、重大発表がある場合は、重大発表するんだったら今ですよ。例えば、ね、カナダからニューヨークに引っ越しました。イギリスからロンドンに、イギリスからスカンジナビアに引っ越しますとか、引っ越しに関する重大発表のが、時期を見計らってれば今かもしれないね。で、魚座さん。魚座さんはね、もう自分の海王星さん祭りがもうすぐ終わるんです。海王星さん祭りが終わって、今土星さんがいるっていう状態で2室なので、海王星がドバーッと開くエネルギー、土星がジュ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 って、なるので、もうなんかアクセルとブレーキが、いっぱいあるっていう感じで、収入も合うけど、支出も多いぞっていうので気をつけてね。で、イッテールズさんは木星、ルーラーの木星が、4室にいるので、家の中の売れるものを売ってみるとお金になるかもしれないですね。で、水亀座さんはルーラーの土星があるので、やっぱり収入と支出が、収入も多いけど支出も多いよっていうのと、自分の今まで秘密にしていたことを発表するにはいい機会だと思います。で、ヤギ座さんは、今12室なので、隠密行動ですね。今後の人生の隠密行動の計画を立てるのがいいと思います。ヤギ、この牡牛座から双子座になって風の時代になると、一番、土エレメントの中で新しい時代に対応するのに苦労するのがヤギ座さんだと思うんですね。風の時代、今までヤギだったから、冥王星がヤギから水亀座に、でまたね、冥王星ヤギ座に戻ってくるんだけど、やっぱりそろそろもう新しい風の時代に対応して、ヤギ座さんはね、私は違うって言われるかもしれないですけども、社会的ヒエラルキーが好きで、社会的地位を上り詰めたいっていう願望がね、太陽もしくは月がヤギ座にあるとそう思ってしまう兆候があるんですね。私は違うって言われる。で、それをもう捨て去って、人類皆平等って思った方がいいですよっていう感じです。以上です。ラッキー。最後までご視聴いただけたら、いいねボタンとチャンネル登録
月に変わってよろしくね。